浦和西城は、埼玉県埼玉市桜区大和座市も大久保1523の位にある、埼玉市が運営する葬儀場、仮葬場である。浦和西城浦和市時代、駒場スタジアムの隣、現在埼玉市青少年宇宙科学館がある場所に、あった浦和市営仮葬場が、老朽化したことと敷地拡大が望まれたことに伴い、1976年頃から、 現在の場所への移転が検討された。周辺では反対規制同盟が結成されたが、慎重に説得を繰り返し、浦和市の要請を受け入れ着工する運びとなった。着工から約1年後の1980年12月3日、敷地面積約2万千平方メートル内に、延べ約3090平方メートルの2階建ての本館が竣工した。2014年4月1日現在、 1>, 1月1日から1月3日に加え、仮想業務は、ともびきの日も、休業となる。荒川の堤防沿いにあるほか、富士山を眺めることができる。首都高速埼玉大宮線利用の場合、東京方面からは、浦和南出口より約20分、大宮方面からは、浦和北出口より約20分。ただし、時間帯によっては、満車となる場合があるため、最上は、 公共交通機関での来場を進めている。JR 浦和駅西口から大久保上水場行きバス約35分乗車。下大久保下車徒歩約7分。JR 埼京線南与野駅、与野本町駅より約15分。京浜東北線北浦和駅より約20分。ありがとうございます。